東京新聞なるものは朝日新聞以上にいわゆる対抗反撃、先ほど山口班長が言われるとさっきの河野防衛大臣と、いわゆる記者会見において必ず高田で発言してしまうと、今回はミサイルの配置について、これに対していわゆる隣国に対して周辺国が被災しての、いわゆる、今日は必要なのかみたいな形になるから、どう考えてもおかしいというのが出そうか、いわゆる叩いて言うならば、泥棒に向かって、自分たちの家の鍵をこれからたくさん使う、もっとここで、いわゆるしっかりと鍵をかけたいんだけど、泥棒さんいいですかということを聞かなきゃいけない。こういうことを言ってたのもおめでじゃねえか、この野郎は。いや、どこまでもね、知らねえんだ、朝鮮人に魂聞いてるから、何言ってんだよ、俺、俺、いいよ、俺、おとりした余計なもんだよ、俺、中日新聞に買い取られて、お前は食い取られるものが、ちょっと帰ってもらっていいんだ、お前、俺、俺、いいか、大体よ、いわゆる新聞だったらどうだ、で、今後は来たらないけど、あの、持ってくっていう、いや、わからそんな予定したらいいだろうからよ。記者会見って名前を言って、世代に自分たちの選択を、集団的な選択を得るために、わざわざ同じ枝を取ってる。そして、防衛大臣、今回防衛大臣だけど、いわゆる大臣、総理大臣の元気に対して少しでもおかしいとかあれば、それを書きたくない。意見だけを切り取ってた。もはや、これは公正、中立を逸脱とした、中間しもどきの、いわゆる、絵的改ざんの、化け物に引っ張られないのではないか、そうか。いいか、自分たちに記事を出ちゃう、都合よく自分たちに書き換える。こういうふうに言いました。全部の話は全部拡散し、わけわかんないところだけを切り取りする。お前ら特殊を得意だから、俺らは、まさに共産主義の、いや、プロパガンダそのままじゃねえよ、俺らは、誰に育ったんだ、俺らは、知らずに中京に教わったんじゃねえかな、俺らは、いや、韓国、知らずに、大阪だって見たやろ、そういうふうに相談するバカが一人いるんだ、俺らは、いや、そんなこと、いわゆる八分も何もなく堂々と言ってるような、いわゆる経営の、こういうことだよ、もはやお前たち総理大臣や、いわゆる出身人とは全く相容ない、バカに他ならないじゃないか、おかそんな記事書いて張り取ってんのかよ、おい、なんだどこになるの、大体新聞社がお前休みとかねえだろうよ、いや今日は記事書かないのか、どれだよ、お前らの休みなんかねえんだよ、いいか、お前らよ、新聞記事書くってことは何かこいつ嫌なこと悪いこと人の不幸のことを言ったら書いてるのが新聞になっちゃうよ、お前らは、事件がねえと金も出らんねえんだろ、人の不幸を自殺した交通事故起こったり、そんな強化犯人起こった、大臣に変なこと言った、こういうこと言った、こんなことばっかってる、マジはどうだ、アンリさんの何があればすぐ日本は通行主義だ、新鮮主義だ、こんなことばっかり言ってる、憲法の上でマジの中となってる、いいか、お前らが言ってもらったらわけわかんないんだ、この野郎は、自分たちの国をどうしたいのか全く理解してない、自分たちの国を理解しなくて、今の国に対してそれに対してのいわゆる飽きているか言ってない、つまり危険中なんだよ、お前らは危険中、逆に言えばお前らに今の世の中、今の腐敗してるのが一番過ごしやすいでしょ、皆さん、この場合根本とした世の中、それに対して今まで事件が起きる、お前らの餌じゃねえかよ、大田君、そして日本が堕落して、そして見る無残な姿になってる、これを国葬演伝のお前ら反日売国新聞じゃねえだろうな。
수업을 계속 들으면서 우리 잘 공부하고 다니겠다. 그게 들어오는데, 사회가 계속 없어요. 보통성 내렸어요. 나한테 5만원 5만원 더 지나친 조건이 있느냐? 갖고 열어봐. 금비정도 얼마나 6천이야, 그러더라. 뭐라? 니가 왜 들어오래? 한인자한테 이거 어떻게 된다고 그러더라. 니가, 빠이자, 한인지, 신문, 뭐 신문도 열어야 그러더라. 실거리시 자, 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 자,